年月不明坂本グレンド九9月。日から1925年12月16日は、明治、大正期の文芸評論家、新聞記者、放浪生活者。本名は、駅徳。肩書きは、基人。のらりくらりと放浪生活に身をやつし、酒によっては毒舌を浪し、窮乏のうちに死んだ、文断名物男であった。武蔵国江戸生まれ。 旧小田原藩士の家系に生まれる。慶應義塾大学に学ぶ。同期に福沢桃介がいた。明治21年、売り在科を優秀な成績で卒業。その後、明治23年に大学部の創設を機に文学科に入るが、女義太夫の竹本綾之介に夢中になり、勉学をおろそかにしたために落第。立教中学の代用教員を務めるなど、 数学の天才ぶりを発揮し色々な学校で教えるが、その授業が過烈だったため数々の学校を追われ、新聞記者に転校。国木田ドッポ率いる金字画報社に入り浸り、美観画報の編集者となる。明治36年に与謝野鉄管が主催する新詞社に入り、帰還し、明星に文芸家の表彰についてお聞こう。帝国芸術院をイメージした。 ゲイレの制定を最も早い時期で唱えるなどした。この頃、鉄管より、グレンドーの名をもらったという。歌人の吉井サムを誘い出して、飲み歩くようになり、数々の気候が始まり、文壇の名物男として、知れ渡るようになる。名城にはさらに、高等超人間を発表。その他の作品に、文壇立志編などがある。北村東国を連れて、小学校時代の事務員で、 月社の先生と呼ばれていた、磯田老人の経営する、激剣道場へ入門。読売新聞に40回にわたり、文壇書き綴り記を連載。見た文学界では、長い花風と仲が悪かったという、竹林無双庵をはじめ、様々な文史の家の居候となり、また、長谷川しぐれは、老いのひとしの三日家庭教師に、グレンドをつけた。渋滞に陥った、グレンドを支援するため、 大正14年8月に、吉井勇、長田秀夫らが、発起人となって、中央新聞社内に、グレンドの病気治療基金を募る、グレンド講演会が起こされ、岡本軌道や坪内商用など文士たちが冒金。しかしその会もなく、12月16日に没。森田優秀は、坂本グレンド内村勘蔵、酒井敏彦を、我が三尊として書き、また、 よさのあきこは、坂本グレンドウさんという詩で、我が知れる芸術家の集まりで、女と酒とのあるところ、グレンドウの命必ず暴風のごと聞きたりて、ののり合うと読んでいる。ありがとうございます。